一瀬ダム。一瀬ダムは、宮崎県西都市、二級、河川、一瀬川水系一瀬川に建設されたダム。高さ130メートルのアーチ式、コンクリートダムで、九州電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、一瀬発電所に送水し、最大18万キロワットの電力を発生する。ダム湖、人造湖の名は、メラ湖という。 宮崎県中部を流域とする一つ瀬川には、かつて牧野口発電所、1万キロワット、村所発電所、8000キロワット、現在は8800キロワット、仮想見発電所、8500キロワット、一つ瀬川発電所、9000キロワット、合計4カ所の水力発電所が存在した。これらは流れ込み式か、あるいは調整知識の小規模なものだった。九州電力は、 戦後の高度経済成長から急増する電力需要をまかなうべく、一つ瀬川に大規模な水力発電所、一つ瀬発電所の建設を計画。1959年、昭和34年10月に着手した。一つ瀬発電所、一つ瀬ダムの建設にあたっては、九州電力が先んじて1955年、昭和30年に完成させた上シーバ発電所、上シーバダムや、 フランスで1959年に発生したマルパッセダム崩壊事故の今を踏まえつつ、当時最先端の建設技術を投入している。事前に大型の模型を作成しての推理実験により、設計を追求し、ウェジーバでは建設中に洪水の被害を受けたことから、貯水を開始するまで河川の水を素通りさせる仮排水路の性能に余裕を持たせるなど万全を期した。 建設機械を駆使した広報は必要労働者数の削減も実現。上シバで用意した延べ250万人に対し、約半分に当たる延べ130万人で済ませた。労働者個人のモラルも向上し、地元住民とのトラブルや犯罪は少なかったという。工事は地元に後継気をもたらす間もなく急ピッチで進み、1963年、昭和38年4月2日に、 ダムへの貯水を開始。完成した一つ税発電所は、同年6月に運転を開始した。同時に、既存の仮想未発電所、一つ瀬川発電所が廃止された。この工事の中で、41名の労働者が命を落とした。資源の有効利用のため、カセニー自流量を利用した一つ税維持流量発電所、3 3 0ットが2013年。 平成25年10月25日に運転を開始した。一つで発電所は最大出力が18万キロワットであり、これは上ェシーバ発電所9万キロワットの2倍に相当する。揚水発電所を除く一般水力発電所としては九州最大であり、日本の一般水力発電所としても10番目に大きい。大規模な火力発電所。 原子力発電所がメンテナンスあるいはトラブルによって停止している、際の備えといった役割も担っている。東九州自動車道、サイトインターチェンジから国道219号、メラ街道を北西に進むと、サイト市中心市街地を経て、杉安橋に入り、その先に一つゼダムがある。一つゼダムは、先例とした上シーバダムと同様、 両岸からのスキージャンプ式洪水発揮を有し、さらに、堤頂中央部分には、腰流式の洪水発揮が設けられている。ダム上流部左岸には、九州電力が運営する一つで発電所資料館があり、発電所建設の歴史を収めた資料や、水車発電機、選択手水設備、工術などの構造を模型を用いて紹介していたが、 東日本大震災発生以降の原子力発電所停止によって経営が悪化した同社の経営再建策の一環として2014年平成26年3月9日に閉鎖され同年6月に地元住民による地域交流拠点がオープンしたダム頂上は歩道になっているが一般の立ち入りは制限されているその規模にして 完成当時西日本最大を誇った一津瀬ダムと共に誕生したのが、ベラ湖と呼ばれる巨大なダム湖である。その湖はダムから 22.5km 先まで伸び、5.6平方 km の土地を水没させた。一津瀬ダムの建設にあたり地元、東村村では反対運動が巻き起こったが、地区によって、思惑は様々で一枚岩とはなりれず、 保障をめぐる九州電力との交渉において、次々に妥結へと持ち込まれ、結局1961年、昭和36年までに、全地区が建設を受け入れることになった。ダム完成によって、多くの民家や農地、道路、学校などの公共施設が水没することになった東。ネラ村は、西都市及び木城村、現、木城町への合併という道を選択している。このほか。 戦時中に収容された、公営水力発電所の変換を求める宮崎県や、自家発電所用の取水石が水没する旭化成との間で保証をめぐり争ったが、いずれも交渉によって解決を見せている。なお、一津瀬ダム下流には同じく、九州電力の発電用ダム、杉安ダムがある。高さ39.5メートルのアーチ式、コンクリートダムで、 一つ税発電所の逆調整地を形成する。一つ税発電所で発電に使用され、放流された大量の水が下流に悪影響を及ぼさないよう、杉安ダムで一時的に蓄えた後、一定量の水が杉安発電所1万1 5 0 0ットを経て下流へ放流される。建設は一つ税ダムと同時期に行われており、1960年、昭和35年に、 着工、1963年3月に、杉安発電所の運転を開始した。一つぜダムでは、降雨による出水で濁流が流入し、濁水で満ちた状態に陥ることがしばしばある。濁水の原因は粘土を主体とする微粒子であり、沈殿に時間を要することから、洪水が収束してもダムの濁水はなかなか解消せず、長期間にわたって下流に濁水が放流され、 続けるという事態に陥っていた。そこで、九州電力は1971年、昭和46年、一津ゼダムの取水口に選択取水設備を設置した。これは、ダム湖の水を任意の水位にて取り入れられるようにするものである。ダム湖に落水が生じた際は、まず深層部から取水する。すると表層部には、清水層、いわゆる、上積みが形成される。 その後は、表層部の取水に切り替えることで、濁水問題の早期収束を見込んでいる。選択取水設備は設置後も改良され、1993年、平成5年にはさらに5メートル部階層から取水できるようになり、2002年、平成14年6月には表層部取水の際、新層部に溜まった濁水が表層部へと巻き上げられることを防ぐ。 フロート式取水流測定減設備を設置した。その他、以下のような取り組みがなされている。こうした、脱水問題への取り組みは、愛知県豊田市の矢作ダム、矢作川などでも実施されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。